はい、ちょっと人格の破綻したカメラマン役を演じた細山なんです。どうぞよろしく。腰痛のカメラマン、途中で退場しましたカメラマンをやりました、山口智勝と申します。見に来てください。おばちゃん呼ばれされました中堅 AD 吉野美希役を務めました吉田美希と申します。ぜひとも会場でご覧ください。よろしくお願いします。監督の娘の日暮真央役のです。この映画は本当に面白いので最後まで絶対に席を立たないでください。はじめますよ。監督日暮孝之を演じました浜松孝之と申します。やれ人格破綻だ、やれ腰痛だ周りにこんな人だらけだったら本当もやんないちゃうと思うんですけど、そこ頑張って素敵なコメディを取り上げた監督役を演じました。ぜひとも皆さんその出来上がりを劇場へ見に来てください。お待ちしてます。カメラルーもちみゃなんでそんなんぐっちゃないぞ。待って